こんにちは吉谷さんも税理士さんとお話しされたみたいですね。えー、私もね、もう10年ぐらい付き合ってる税理士さんがいらっしゃって、たくさんのクライアントさんを抱えてらっしゃると思うんですけども、その税理士さんが、一番最初に私のですね、税務顧問をしてくださったときに、もうこの会社大丈夫かと、めちゃくちゃじゃないかと、すぐ潰れるぞと思ったらしいんですよ。まあででももねここ数年はクライアントさんの中で最も 利益の出ている会社プラス最も固定費のない会社ということでねどうやって儲けてるんですかと税理士事務所に行くたんびに2時間3時間と、まあ、話が弾むわけなんですけどもね、まあ、ありがたいことだなと思いますで税理士さんの話からちょっと離れてうん何て言うんですかね私ねあの人から指図されたりとか組織の都合に、まあ、従うとか従わないとか、まあ、その程度であんまりストレス感じないんですよね で大したいざこざもなんかね起きないんですよき起きてるのかもしれませんけども、まあ、すぐに片づけてしまうんであんまりそこでストレス感じないですよねうんでなんかその苦痛をもともとね私苦痛をもともと無視したりとか苦痛すらエンジョイするところがあるんであのいつもこう楽観的なんですよあんまり思い詰めないというか考えすぎないというかねうんこれはだから自己評価低いんでしょうねきっと私はね 自己評価低いんで楽なんだと思うんです自己評価高い人はすぐに自分と合わないってことをねストレスに感じたりすると私は思ってるんですよいや自分の考え方がもう稚拙なんで幼稚なんで周りの人の頭の人の意見と合わなくて当たり前ですよみたいな考えです私はでえっ、ー、と組織から何かねミッションを与えられるとか上司から 指示をされたりする時でもまあ、賃金な自分なんで命令されてしょうがないかと思うわけですよ。で、そこにその作業をこなせなかったり、ノルマをこなせなかったりとかねそういう自分がしょうもないなと思うだけでえ特にね。それをあの会社のせいだとか、あの人間関係のせいだとか思わないんですよね。だから、その何。 収入を変えたかったら場所を変えろとか仕事を変えろとか人を変えろって言いますけども私ね場所とか仕事とか人のせいにしないわけなんですよ全部自分から始まって自分で終わってると思うんでこれが私の自己責任論そっか自分の自己責任論なんですけども何だそんなもののせいではないなぁといつも自分がどうあるかだけなんでだからどんなブラック企業にいようとねどんな劣悪な環境にいようとも。 それをはねのける自分がいればいいのかなと思うんですよね。うん、であとなんかやっぱりねこう、まあ、久保さんだからそういうふうに考えられるんですよとかね吉谷さんだからできるんですよって、まあ、いそういう考えもあるでしょうその通りなんですよ私は久保哲郎だから私の人生を生をきられているんですよだからそれももう誰にでも言えるんですよね。うん、小林徹さんって人がいるとしてね小林徹さんは小林徹さんだから小林徹さんの人生を生きているんですよ。 だから人の人生変わることができないんでそれはね吉谷さんだからできるんですよって言ったら「そうです」って終わりですからね私言われたら「そうですよ」って言いますねいつもね久保さんだからできるんですよって言ったら「そうですそうです <laughs> その通りですと」とだからあのあなたにはできないと思いますよ私の人生をうんだから異常なんですよあのそういう意味で言うとねあの誰の人生も代わりにできないですからあなたの人生どうするんですかって話なんですよね、うんあの 会社をしている時実はね、あのー、スタッフさんいるじゃないですか社員さんとかそれから家賃もありますよね教育もしないといけないし責任も人の責任も取らないといけないとこれ私見ても別にストレス感じなかったんですよこんなのはよくあることだなと思ったんで会社勤めしていて会社を経営していて従業員にね悩まされるっていうのは別にあることなのそれ前提でやってますから実はね、あのー、昔話をする時に演出として大変だったっていうことはありますけども 別になんな,なんとも思ってなかってかたですよね従業員さんが働かずに給料を持っていくこともまあそんなもんだろうと思ってましたしね <laughs> 家賃がかかることも家賃があのかかって当たり前なんでね、うん、それは金額が10万だろうと300万だろうと家賃はかかるなと自分の才覚がなかったら10万でも払えないし300万でも才覚があれば払えるし。 あんまあそういうふうな,、ね、なんか楽天的で言ってみれば適当なんですよ私は何やっててものその普通の人が思い詰めることを思い詰めないっていうかね、まあ、普通の人じゃないんで、まあ、よくあることだよって感じですよねで大して苦しくもないんですよねそれがどんなに借金があった時でもあんまり苦しくなかった思い詰めなかったですしだから平和公園に寝泊まりしてる時もそれがね恥ずかしいとか大変なことだと全然思わなかったんですよ だから今みたいな暮らししてると確かにありがたいなとか思いますけどもあのホームレスやってる時とあんまり感じが変わんないですね借金を抱えてる時とあんんまり変わんないですねうん借金があってもホームレスがあっても今みたいな暮らしでもなんかまるでね昨日まで平和公園で寝泊まりしててまた明日から平和公園の寝泊まりに戻るかみたいなあの今日たまたまこの一日を過ごさせてもらってるぐらいの感覚ですよね。 うんで今はねどっちかっていうと利益が出てるんで、うん、家賃をわざわざかけてるような状態だったりね今私はガレージを探してるんですよガレージあの車を、あのー、置いとくガレージ置いとくっていうか置いとくのはこの私の駐車場でいいんですけどもガレージを作ってガレージに遊びに行くみたいなねえ本来だったらそのガレージってのは利益を上げないといけないんでしょうけども私の場合はちょっと利益はなんか減らさないといけないんで。 ガレージっていうもので毎月何万円かねコストをかけていってでそこを趣味の趣味の空間にしてね、まあ、車をちょっといじったりするような工具を置いたりとか機材を置いたりとかね、えーまあ、あとはもう一つぐらい住まいを持ってですねあんまり使わないかもしれないけどもなんかそこをなんかセカンドライフを楽しむみたいなね。 言って言もね私この家にいればいいんでそんなわざわざねやろうと思わないんですよねなんか税理士さんには勧められたんですよそれを税理士さんには趣味を持ってそこにお金をしっかり使った方がいいですようん、まあせこれ持ってかれるだけなんであのー、それ節税とか言って使いすぎたら現金がなくなるけどもまあそこそこはね、あのー、不動産とか趣味とか持ったらいいんじゃないですかとか。 言ってましたよね。で人件費も今わざわざかけてるわけなんですよ。人件費とか、まずコストをかけていかないとあの税の支払いが大きいんで、えー、まあ、もうちょっとなんか使っていきましょうみたいな感じです。ただです粗利の高い商売やってるんで、まそんな状態ですよね不思議ですよね。だからどうやってお金を使おうかなとか思ってるんですけど、もうほとんどの私のね小さい物欲ってのは叶えてきたんで。 あの欲しいものとか浮かばないんですよね、全然。あ例えばね、この、これ、デジカメあるじゃないですか。デジカメ買うんですけども、これね、うなんか中古でね、1万5千円ぐ円くらいで買うんですけども、私、同じの3つ持ってるんですよ。3つ同時に買ったんですよ。だから、あと2つありますからね、これ。同じカメラですよ。ちょっと待ってくださいね。こんな感じですよ。ここにぶら下がってるでしょ、同じカメラ。ほら。 こういううね、全く同じカメラ全く同じカメラぶら下がってるんですでこれなんで三つあるかっていうとその時にでも撮影が継続できるようにと思ったんですけどそもそもデジカメを今そんなに使ってないんで3つも買ってよかったのかなとか思っちゃうんですよねでも本当ね使うものが浮かぶ思い浮かばないんですよねやっぱりずっと貧乏暮らしもしてたんで。 で欲しいと思ったものはね結構すぐ手に入れちゃうんで、まあ、車2台今年買ってほとんど乗ってないと今私の家には合計4台ありますよ奥さんとね2人っきりで暮らしてるの車は4台というねこれよく分かんない状態ですけどもうんまあだから、ね、何を言ってるのか分かんなくなってきましたねまああんまり私は <laughs> ストレスを感じないというね <laughs> そんな <laughs> 話をつらつらとしたような気がしますね ね、自己評価低いんですよ本当に俺なんてもう本当にもったいないですよみたいなことできてます、ね、もうバカですよもうバカバカ、はい、えっ、ー、と今日もね一日どうやって過ごそうかなと思ってこの深夜4時に考えてますよ深夜4時にああ今日土曜日か何しようかなと何にもねえなーと下手に動いたら下手に動いたらっていうかね会う人もいないしな っていうか人に会いたいいたとも思わないですね <laughs> まあそんな感じでノロノロと生きてる私でございました <laughs>、うん、まあなんかねこんなことになるんだみたいなところはありますね、はあ、まああまり深く考えてないです正直なところ <laughs> あまり思い詰めないというかね、うん、まあ消費税10%なの嫌だなぐらいですよね で皆さんも嫌ですね消費税10%消費税って全ての商品とかサービスが消費されてるわけですから全ての商品とかサービスに消費税が乗っかってくるってことですからねいやーきついですよでもね、うん、消費税10%皆さんいかがでしょうか <laughs> 失礼します